西川拓樹は、日本の元プロ野球選手、宇藤左だ。大阪府警察の警察官。三島高校時代は3年夏は、静岡高校に5対7で敗れ県大会3回戦、敗退。県大会準々決勝が最高成績で、甲子園出場実績はない。白鸚大学に進学後は1年次から外野手で、レギュラー。1年秋に、 最多投類を獲得する活躍を披露、ベストナインに輝き頭角を表す。以降4年間で4度の打撃実決入りを果たし連盟、新120安打量産、ベストナインを4度受賞した。3年秋に日本類が3二類打含む21安打を放ち、404の高打率を残している。リーグ戦後は大学日本代表候補に選出され、 日米大学野球の強化合宿に参加した。全国大会には一番右翼手として4年春の大学選手権に出場したが2回戦で敗退した。福井ミラクルエレファンツ入団後は1年目からリーグ戦に出場。右膝痛により、下位打線、DH に回る時期もあったが、主に1番3番外野手で打率。 二百八十マーク。前期不振に陥った二年目も、その後調子を戻し、打率二万九千六百二十一投類と結果を残した。三年目は、首相、終盤は四番を務め、打率三百十一で、初の打撃実決入りを果たした。二千十二年十月二十五日に行われた二千十二年ドラフト会議にて、オリックスバファーローズから育成に意志命を受け、 入団。2013年7月29日、支配下登録され背番号が117から99に変更された。8月7日には、腰痛の坂口ともたかに代わって1軍登録されたが、最終的には1打席の出場にとどまった。2014年10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。11月には同じくオリックスを戦力外になった。 庄司隆児と一緒に2015年1月に大阪府警察採用試験を受験することが発表され、2015年春より大阪府警察に採用された。ありがとうございます。